人たちを苦しめる。昨日テレビでは細野豪志氏が民主党代表選挙に 出ないということでひっきりなしに出場出ておりました。私が家に帰ると家内からこんな話を聞きました。長男小学1年生になる息子がテレビを見ながら、この人は原発をやりたい人なのかやりたくない人なのかということを聞いたそうです。家内はやりたい人だと思うよと伝えたということです。子供はなんで原発をやりたいんだいと聞いたそうです。家内はお金が儲かるからじゃないかいと子供に言ったそうです。私の子供は普段はおとなしくて感情をあまり表に表さない子供です。その子供が真っ赤になって親が驚くほど命より大事なのかいってそう言ったそうです。お父さん、お金の方が子供の命より大事なんですか。あなたが今やってることはそういうことなんですよ。福島に寄り添う寄り添うと言いながら、あなたが寄り添ってるのは経済界の人間で、福島の人間でも日本国の人間に寄り添ってるわけでもないんだ。そんなことがわからない大人が世の中を引っ張ることなんか間違ってるんだ。原子力村出ていけ。原子力村出ていけ。原子力村いらない。原子力村いらない。ジンジャンでっかい。ジンジャンでっかい。ジンジャンでっかい。